海と日本プロジェクト in 宮城。南三陸ポータルセンター内の南納屋で買うことができる南三陸泊まり月子。月子とはこの地域の方言で貝のことを意味していて、アクセサリーやお土産として人気です。特徴は貝殻に書かれた出会いに感謝などの文字。作っているのは高橋定蘭さん。2011年から作り始めています。震災がなければ会えなかった人たちが多かったので、その方々に少しでもありがとうという言葉を伝えたくて、ストラップ状にしてその感謝の言葉を書いたのがきっかけです。泊まり月子に使うのは高橋さんの地元宇多津地区の泊まり浜で拾える貝殻です。形の綺麗なものを一つ一つ拾う高橋さん。震災から7年経ち、海辺の景色の移り変わりを貝殻を拾いに来るたびに感じているそうです。前はずっとあっちの遠くまで砂浜で、子どもの頃はもう行ったり来たりするぐらいの浜辺だったんですけれども、震災後砂浜がだいぶ減ってしまいまして、もちろん貝殻も取る場所がなくなってしまったので、それはすごく残念に思います。防潮堤の整備が進み、砂浜の貝殻も貴重なものになってしまいました。今も高橋さんは南三陸に来てくれた人への感謝の気持ちを込めて泊まり月光を作ります。あまり取れなくなった貝殻ではありますけれども、砂浜少しでもある限り続けていきたいなと思います。海と日本。